まあ稼げそうなってダメですね。メルマガアフィリエイト、稼げるジャンル、稼げないジャンルを教えてくださいと。あと、実績ある人から学びたいとかですね、評判のある人、評判のいい人から学びたいという声があります。まあ、メルマガアフィリエイトもいろいろな人が情報発信してるんですけども、まず稼げるジャンルっていうのは結構ですね、恋愛とかですね、あと、まあ、アダルト系とか、まあ、このサイトに依存しないということでアダルト系はまあ発信してる人多いんですよね。あと、スピリチュアル系とかですね、投資、稼ぐ系、まあ、そういったところ、副業とか転職とかですかね、まあ、そういったところっていうのは結構稼ぎやすいとは言われてますけど、まあ、ただ、ライバルが多いので差別化をしないと難しいってところですね、どのジャンルについても。稼げないジャンルっていうのは、その物を売るとか、物理的なもの、だから情報とか見えないものを売るのに向いてはいるっていうふうに言われてますね。なので、まあ、メルマガについてはそういう分かりづらいもの、高額のものとかっていうのが合ってるのかなとは思います。まあ、実績にあるかどうかっていうのは本当にちゃんとその人を見て判断したいところです。